お願いします。はい、読谷村役場生活環境課の池原と申します。はい、よろしくお願いします。お願いします。池原さん、もう梅雨が明けました沖縄県、夏に入っていくんですけども、この夏を楽しむ際に注意をしないといけない部分があるということで、こちらの紹介をお願いしてもいいですか。はい、そうですね、今からの時期になりますと、沖縄県では、一年中通してなんですけど、この時期から、気をつけてほしいのが蜂の発生になります。なるほど。はい、蜂といったら、蜜蜂はよく見かけるんですけども、それ以外にも危険な蜂もたくさんいるということで、どういうことに注意すればいいですか。そうですね、まず蜜蜂もそうなんですが、はい、特に危険なのが、アシナガバチであったり、はい、スズメバチであったり、そういった、人に襲いかかってくる危険な、蜂がこの沖縄県、読谷村でも多く、発生しています。はい、蜂って人襲うんですか。そうですね、最近あった事例ですと、実際に僕たちも通報があって現場に駆けつけたんですが、読谷村内の小学校で、蜂に刺されたという、問い合わせがありました。はい、ちなみにどういう蜂でした。それはアシナガ蜂でした。はい、命に別状はなかったとしても、やはりね、お外で遊んでる子どもたちもそうですけど、大人に対してもちょっとこれ注意は呼びかけたいですよね。そうですね、もう大人子ども関係なく、そうですね、非常に危険な生物なので、気をつけてほしいです。どういったところを注意した方がいいですか、蜂対策というのは。そうですね、まず基本的に蜂を見かけたらまず触らない、近づかないということがまず前提であって、でよく家の敷地内とか畑とか、そういったところで蜂をよく見かけるっていう場合は、ホームセンターとか、あとは農協とかで、蜂の駆と呼ばれる蜂の駆除スプレーがありますので、そちら購入して、で見かけた際にはこのスプレーを使って、駆除するっていう方法を今お勧めしています。はい、ぜひ皆さん夏を楽しく過ごすためには、こういう自分の配慮注意も必要ということですよね。はい、はい、でもし蜂の大群を見かけたり、で蜂の巣が実際に今あるとか、そういったのを確認できれば、読谷村役場の方まで問い合わせください。でこちらの方で、アドバイスなり、この専門の駆除業者の方紹介を行ったりしています。はい、電話番号お願いします。はい、番号が098-982-9214です。はい、ぜひ皆さんご注意ください。ありがとうございます。ありがとうございます。